宝徳二宮神社境内にある金次郎カフェ神社カフェは神社の境内にあるカフェあるいは神社とカフェが一体となった施設のことを指す。神社は地域やコミュニティとのつながりが深いことはよく指摘されることであり、神社に隣接して公会堂等の地域施設が建設されていることも多い。そうした中で神社とカフェ施設が併設される形態が見られ、 このようなカフェが神社カフェと呼ばれる。日本においては神社仏閣の施設への礼拝は信仰を表す行為というよりは文化、習俗として認識されることが多く神社仏閣に行く目的として楽しむため、休むためという目的が普通に見られる。こうした習俗から見るとカフェ等を併設することは自然なことではないかと考えられる。神社カフェには 様々な形態がある。神社の建て直しや施設拡大を行う際に神社と隣接したカフェ施設を設ける例が見られる。また、もともと外にあった神社をカフェの中に移してヒーリング等のサービスを行っている例、地域活動の振興や育児の相互扶助を神社の境内で行う例等が見られるが、それらを総称し神社カフェと呼ばれている。ありがとうございます。